校舎の影芝生の上住み込まれる空、幻とリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、今俺にあるもの意味なく覚えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき俺たちは風の中、孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。笑い声とため息の方はした店で、ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心、刺激さえあれば何でも大げさに喋り続けた。誰かの喧嘩の話にみんな熱くなり、自分がどれだけ強いか知りたかった。力だけが必要だと固くなり信じて、従うとは負けることと言い聞かした。友達にさえ強がってみせた。時には誰かを傷つけても、やがて誰も恋に落ちて、愛の言葉と理想の愛、それだけに心奪われた。生きるために計算高くなれというが、人を愛すまっすぐさを強く信じた。切なのは何、愛することと生きるためにすることの区別迷った。行儀よく真面目なんて嘘くらいと思った。夜の校舎窓ガラス壊して回った。早く自由になりたかった。
便車なのか俺たちの怒りどこへ向かうべきなのかこれからは何が俺を縛りつけるだろうあと何度自分自身卒業すれば本当の自分にたどり着けるだろう仕組まれた自由に誰も気づかずにあがいた日々も終わるこの支配からの卒業戦いからの卒業